じゃあ続きやっていきましょう。前回は皆さんのハウスが完成しまして、これから新生活がスタートするといった感じだったんですけれど、どうやらですね、皆さんのこの部屋がお気に召さないらしく、なんか農家の寝床っぽくしてほしいということだったのですね。なので、まあ農具を置けばいいらしいので、とりあえずこう置いとこうか。あと木の薪、これでいいのかな。小さい農家の寝床、これでおそらく俺とちゃこちゃんの部屋とみんなの部屋が分かれられるんじゃないかな。ちょっとさ、取りにくいところにハートを撒き散らすんじゃないお前らは。すごいではないか、すごいでしょ。君たちの部屋だからね、ここ以外入っちゃダメだよ。うむむ、部屋に家具を置き、農家の特色ある寝室にしてくれたのだな。これは素晴らしい。ただの寝室が農家の寝床になったことに気づいたか。そうだね、メッセージが出たからね。物を置いたことで部屋に特色がついたのだ。こういう特定のアイテムを置くことによって、何々は部屋みたいな感じになるんだよね。それはワンと一緒だ。住民が部屋を使えば、その喜びで物作りのかけらを落とす。特色がある部屋なら落とす量も増えるだろう。あそこもう散らかりまくりになるんだね。うわ、掃除が大変そう。あ、で、上にもまだある、取りこぼしが。アビブさん、寝室もできて準備もバッチリですね。これで胎児のお題に挑んでいきましょう。次は小麦って言ってたね。小麦はどこにあるの。キャベツ作りはすぐにできるが、お題にある大きな畑を作るには、この腐った土をどうにかせねばならんな。浄化する方法、それも探さないとね。かつて島には腐った土をきれいにすることができる不思議な一族がおった。植物とかじゃなくて人がやったってこと。ひとまず土のことは後で考えるとして、この種で畑を広げていってくれ。じゃあ3番目のあれを先にやれってことね。わかりました、達成。お、ジャコちゃん何。副総督さんのことはまだよくわかりませんが、とにかく大樹が育って嬉しいです。さあ残るお題は小麦の収穫と50マスの畑作りです。大変そうだね、50マスって。昔噂で聞いたんですが、ここから東に行った場所にある集落跡に小麦の種が隠されているとか、ああ、以前住んでた人が残してくれたみたいな、なんか小麦が生えてるとかありそうじゃない。アビブさん、お願いします。地図を頼りに集落跡に行って小麦の種を探してきてください。もう発芽してるとか。地図に目的地が表示された。東ね、あっち側か。じゃあ探しに行ってきますか。食料は今6個か。とりあえず全部受け取ってキャベツを手に入れて、で、行く前に入れとこうか一応ね。食べ物はいくらあってもいいし、もう 10% しかねえじゃん。結構お腹減るの早いな。やっぱさ、建物とかさ、こうやって建ててるとさ、時間を忘れてさ、無我夢中になって行動しちゃうじゃん。だからね、すぐお腹減っちゃうんだよね。じゃあ冒険の旅に出かけます。よいしょと。 20% 回復するんだね。オッケー。キャベジンもたくさんゲットして、大ナメクジ倒しとく。これもしかしたらいいなんかアイテムがゲットできるかもしれないし、とりあえず指導君を縦にフルボッコして、4、結構ダメージ受けんな。オッケー。あ、なるほど、この油の元がたくさん出るって感じか。じゃあスライムを倒してるとけばいいような気するけど。ドラギーとかは何落とすかを最初にチェックしておかないと。あ、木材。え、なんでお前らが木材を落とすの。お、なんかハテナって書いてあるよ。あ、集落にわらわらと。これが集落。え、集落っぽくないんだけど。こんにちは、君は悪いオオネズミじゃないの。おう人間、ちょっとあれの愚痴を聞いててくれ。でしたが、実はこの先に昔小麦倉庫だった。あ、ピンポイントに。お気に入りの餌場だったんだが、いつの間にか魔物の巣になっちまって。そら偉い、おまんまの食い上げなんだ。君も魔物じゃねえかよ。まったくやってらんねえぜ。お前も命が惜しいなら近づくよな。ああ、ご丁寧にありがとう。ちなみにこの島に住む俺たちオオネズミは悪意のない可愛くも愛らしいオオネズミだ。付け加えてくれてありがとうね。そっか、こういう優しい魔物も多いんだねこの世界。まあどこかで見つけたら積極的に声をかけて。みんな寂しがり屋なんだね。そっか、魔物とは仲良くないのかね。なんか上側に今なんかすごい巨神兵みたいにいなかった。一瞬見えたような気がしたけど、これ集落跡って。魔物の巣言うてるけど、ハテナって書いて、あ、水これ流せばいいのかな。壊しちゃって大丈夫。よいしょっと。これで、で、お、ハテナが光り輝いた。あ、こういう謎解きみたいな感じなのかな。で、ハテナがなくなって、ビルダーパズルをクリアした。どういうこと。急に始まって説明もなしに。お、あ、コイン、小さなメタル。ビルダーパズルをクリアすることで小さなメダルが手に入る。集めるといいことがありそうだ。かっこいい武器防具が手に入りそうだね。うわ、なめくじだらけじゃねえかよ。集落跡ってどこにあるんだろう。この先にある言うてたけど、近くにないのかな。
あ、キメラだ。いや、まずい。キメラ倒せんか、これ、今のレベルで。ちょっと待って、振りかぶって、1か、じゃあ大丈夫だね。種族を縦にしとけば全然大丈夫っぽい。敵だ、言って。基本的に俺ばっか狙ってくんだよな、こいつら。よいしょっと。オッケー。あ、これは薬草のレシピなんじゃない？ひらめいて、きたー、薬草。これ大事よ。HP30 ってことは、ほぼフル。HP 回復だからね。もうすぐレベル3にもなるし、よいしょ、ここでレベル上げしときたいな。よいしょで、4か。やべ、構えてる。後ろからさ、こうやって、魔法放ってくんの、きついよね。まあ、直線攻撃だから、よいしょ、よく見てれば避けられるかな。OK。で、OK、あー、くっそ。よいしょ、魔法から、栄翔から魔法までの、スパンが短いね。アビブたちのレベル上がった。薬草の材料もそんな頻繁に落とさない感じかな。お、レベルが3になった。一緒にレベルアップするんだね、こいつら。うんって。お、何今度は。新たなレシピをひらめいた。レベルでもレシピシステムがあるのか。あ、キャベツの種売るの忘れてた。あ、石の剣、これ作ってからちょっと行きたいけどな。うん、アビブ、ひょっとしてお前、俺が戦う姿を見て武器を思いついたのか。これもしかしてシドウ君また専用装備なの。それじゃあこれからは強くなるたびに新しい武器を思いつけそうだな。そうか、戦い系は、武器系はレベルで覚えるって感じなのかな。新しい武器があれば魔物をぶっ倒すのが楽しくなりそうだ。金床ってやつで作ってみろよ。そっか、まあ、集落探す前に作ってから行くっていうのもありかもしれないな。キャベツの種も植えたいし。そしてこれ倒したら一回戻って、で、薬草のレシピとかも確認しておきたいし。ね。多分石があればいけるよね。コンボ。石が3つでいいんだ。オッケー、じゃあこれ作ります。よいしょっと。シドくん、できたよ。石の剣。これ俺が装備できんのかな？装備する。あ、できるね。だったら、もう1個作るとかいらないのかな？俺用の、あれってこと？わからんな、ちょっとそこら辺が。で、あと薬草だね、薬。薬の葉1枚でいいんだ。それで薬草1個作ると。絶対量増えてるよね、それ。あれおかしいな。葉っぱ1枚から作ったのになんかふさふさになってるよ。オッケー。まあ、薬草があることはかなりね、助かるので、ちょっと道具整理してから、行きますか。あっちの奥。あ、これか。集落跡っていうよりもすげえ、でっかい風車みたいな。かっこいいね。はっはっは、なんだこれ。また面白い建物だな。ひょっとして、ここに種があるのか。結構な建築物だよね、これ。ビルダーの人が作ったのかな。アビブ、とにかく上に登ってみようぜ。はあ、びっくりマークあそこ示してるからね。おそらく人がいるんじゃないかなと思うけれども。じゃあ入ってみようか。こっち側。うわぁ、すげえな。入り口広っ。隙間風がすごそうだよ。あ、ここら辺の材料とか取っていきたい。ここら辺ちょっとゲットしておこうぜ。だよね、ほら。窓枠に使えそうじゃない、ここら辺とか。いいね。オッケー。だいぶ集まったね。結構珍しいこういう柱とか、あと丸い板、これかなり使えそうだね。またクラフトに幅が広がったんじゃないでしょうか。じゃあ先進んでみようか。ね。2階行ってみましょう、上の方。うわ、浮いてる。おかしいな、浮いてる。どうやって支えてんだろう、これ。こんにちは。うわ、めっちゃ怖いね。落ちたらひとたまりもないな。自ら難易度を上げてるような気がするけど、大丈夫かな。さあ、上がっていって。うわ、あ、いた！戦士？え、なんでこんなところにいるの？こんにちは。はあ、どうしよう。魔物には襲われるし、武器はなくなるし、マジ、やってらんないって感じ。あ、そういうギャル系なの？この時代にもギャルはいるんだね。そこにある金床なら武器も作れちゃう気もするけれど、物作りに手を染めるわけには。いや、やっぱりこいつらもハーゴン教団なんだ。金床ってどこにあるの？あーった、これ見よう、かしに。誰か、小麦の鯛と引き換えに、ヒノキの棒でも装備させてくれないかな。置いてきちゃったよ、ヒノキの棒。マジ武器欲しいで、ヒノキの棒でいいんだね。安上がりな女だな。物がもう置けないから、持てないから、ここに置いとこうか、たる。で、金床で、じゃあヒノキの棒作る。木材1個でいいんだね。今、672もあるんだ。すげえな。で、これを、はい、武器だよ。どうぞ、装備。ジバコって言うんだ。ジバコエルみたいな名前してるね。いやー、すげえ。キャー、なにこれ、いい感じのヒノキだ。かわいいじゃん、よく見ると、めちゃめちゃ。すげえ、まつげエクステとかしそうだけど。ひゃってか、あんた誰？この武器、どうしたの？よく知らない人からそんな受け取れたね。あれあれ、しかじか高校で、英雄のアビブです。へえ、この武器、あんたが作ったんだ。てか、ビルダーって、やばい人じゃん。いや、あ、違うんだよ。まあけど、俺言っとくよ。おかげで、教団の教えに従って、この集落跡、ぶっ壊す。何を言ってんの、君は。え、俺もすでに一回壊しちゃったよ。
で、あれあれ、私ってば、なんだか嫌なか嫌なか、そうだよ、一回壊しちゃったから。え、なに？あー、これいいね、あの隙間が空いてんの、床材に。お、ベランダとか作りたくなっちゃうね。うわー、また出てきちゃった。ここ、アリたちの巣になってた。あ、なんか言ってたね、なんかたくさんオオネズミちゃんが。あいつらのせいで武器が壊れちゃった。さすがにこの数を相手にするのは無理なんじゃないか。え、大丈夫なの？籠城戦になる、なりそうだけど。二人ともお願い、あの、アリの大群を倒すの手伝って。あれいなくなったよ。お礼はちゃんとするからさ。いや、お前ヒノキの棒のお礼を先によこせ。下に降りて戦うようだって。わあ、めっちゃいる、やば。ちょっと行きたくないんだけど、しょうがない、樽回収しとかないと。ちゃんと樽をまず回収して忘れるといけないからね。この上は、あ、でもなんか行けそうな感じするよね。隠しアイテムとかありそう。先にあいつ倒しておくか。ここから落ちていいんだよね。オッケー。落下ダメージとかも怖いんで、一応ちゃんと階段で降りて。うわ、めっちゃいる、気持ち悪い。何これ、うわーうわうわ、サムネにぴったり。サムネ用に撮っとかないと。よいしょと、オッケーで倒すよ。ほら、一掃してみんな。魔法とか使えたら結構な楽しいんだろう。うわ、気持ち悪い。ちょっと待って、アップにして画質を良くするためにアップにして、オッケーで、よし、おいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、一発で倒せるんだったら余裕だね。よいしょっと。あ、一発では倒せない。オーケーと、ナイス。会心の一撃決まれば一発で倒せるって感じかな。これで全部アイアンアントを倒した。そうだね、ドラクエの世界では最大8匹ぐらいまでしか出ないからね。実際はこんな感じだったんだろうな。キャハハ、アリたちを倒せたね。あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジにいい感じ。どういうこと、また来たの。あ、ハート。うわー、何今の、体からなんかで初体験だったんだ。そうなの、俺の近くにいるとこうやって出てきちゃうんだ、ごめんね。はあ、で、まあそれはともかく、あんたビルダーって言ってたけど、何か企んでるわけ？あれあれ、しかじか高校で。え、農園で畑を作ってる？そのために小麦の種を探してる。そうだよ、何個持ってる君。畑を作るとか、破壊神様の罰が当たりそうだけど、なんか奥に洞窟あんの、あれ気になるの。あんたが作ってくれたヒノキの棒、マジにいい感じだった。私ってば、ものづくりに興味湧いてきちゃった。こいつらさ、教えをすぐ破るしさ、すぐさ、宗教やめるしさ、そんな信仰心がないのかな。これ遅くなっちゃったけど、ヒノキの棒作ってくれたお礼で、あ、ちゃんとくれるんだ、ありがとう。アリアントのお礼もちゃんとちょうだいね。もはや小麦の種を5個手に入れた。あ、持ち物がいっぱいで持てない。私はモンゾーラの衛兵、ジバコ。小麦の種を植えるとこ、見てみたいし、あんたたちの農園に、私も連れてって。大丈夫？司祭様にちゃんと許可を得てから行った方がいいような気がするけれど。とりあえず達成、オッケー。じゃ、種をゲットしなきゃいけないんで、何か置いていかなきゃいけないか。じゃ、松明でいいかな。松明置いて、よいしょ。ここに俺が生きた証を植えていこう。オッケー。じゃあ戻りますか。この上も調べたいんだけど、どっちにしてもアイテムが持てないから、じゃ、また後でって感じかな。あっちの奥の洞窟も一回戻ってからにしましょう。ね。じゃこちゃん、ただいま、あ、迎えてくれてありがとう、やったーって、また漏らしちゃって。アビブさん、新しい仲間と小麦の種を見つけてきてくれたんですね、頑張ったよ。じゃ、この島の人たちはアーゴン教団の教えが広まってから畑を捨て、ものづくりをやめてしまいましたが、そんな人たちをものづくりに目覚めさせ、仲間にしていくのも、ビルダーさんの務めなのかもしれない。仕事みたいに言わないで、俺は自由気ままに行きたいんだよ。そうか、ここで物を作っていけば、俺たちの空っぽ島で緑を作る仲間を見つけていけるってわけだな。全員を連れていかないってことだよね、これ。よりすぐりってこと？それはそうと、アビブさん。最近はいろんな素材も手に入って荷物が増えてきていますが、もう今まさにギュウギュウだよ。実は私、アビブさんのために荷物を入れておける道具を作ってみたんです。宝箱じゃなくて。って。あ、袋！これでもしかして？あれか、大きな袋に転送されるシステム。その袋があれば荷物がいくら増えても持ち運べます。これからの冒険に役立ててくださいね。じゃあいちいち宝箱に戻らなくてもいいってこと？え、めっちゃ便利アイテムじゃん、達成。そんな俺よりもすごいもの作らないでよ。ビルダーって名乗ってんのに自分よりすごいもの作られちゃうとちょっとなんかやだな。それじゃあアビブさん、ジバコさんからもらった小麦の種を早速植えてみましょう。ジバコちゃんがなんかこう、いてついてんだけど、どうしたの？もしキャベツと植え替えたいなら、ハンマーで叩けば種が畑から出てきます。畑に小麦の種を植えてください。ああ、なるほど。永続的に生えるけど、叩けば種になるってことか。袋をたくさん手に入れた。袋でアイテムをたくさん持ち歩ける。ああ、なるほど。これ便利だな。いちいち戻らなくてもいいってことでしょ。
じゃあ一応植える場所5箇所残ってるから植えてみる。種を植え植え小麦。大丈夫かな、二毛作とかさ、なんか違う畑の場所にした方がいいような気するけれど、これでいいのかな。植えたと。さあパチパチしてる。仲間に入れてって言ってる。こんにちは。よいしょと。ギャー、これが噂の太一殿の応援なんだ。あんたたちが作ったなんてマジでやばいね。俺しか作ってないよ、こいつら働いてないから全然。私衛兵だしさ、物を作るのはあんま自信ないけど、この場所を守るくらいならできる。まあ、戦力としてかなり結構強そうだね。私決めた。もうハーゴン教団なんかやめ。おい後ろにいるぞ。服なんだっけ、総督が。あんたのビルダー教に俺の宗教じゃねえんだけど。キャー、そう考えるとなんか嬉しくなってきた。これであのダサい服の連中ともおさらう。めっちゃ聞かれてるけど大丈夫かな、怒られちゃうよ。あ、おい小娘、いい度胸だな。その兜、コッパみじんに破壊してくれよ。兜なんだ。え、やばー、ウケる。ジバコが仲間にくらまった。でも実際には手出さないんだよねこいつ。やっぱいいやつだな。ダラ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 ダン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 。他の仲間が加わった時はこの BGM ならなかったのに久しぶりだな。ジバコちゃんだけ特別枠なのかな。さあこれで一緒に、この街を発展させていこうね。今さ女性が一人だけだったから寂しかったんだ。君も俺の妻になる。キャー、ビュー、私があげた小麦の種、ね、いい感じに植えたみたいじゃ。そうだね、見たいとか言ってたのに全然見てなかったね、植えてるところ。だけど健康な土が全然足りないみたいだね。そうなんだよ、それどうすればいいんだろう。このままじゃ大動園とかほど遠いよ。なんか知ってる。それはそうなんですが、いくら私が畑作りの天才でもこればっかりよ。そこまで天才じゃないよね君、ただ水あげてるだけじゃん。そういえば私この辺に住んでいるオネズミから噂を聞いたんだけど。あ、来る途中であったよ。教団に追われて転々としている腐った土をきれいにできる一族の末裔がこの辺りをうねうねしていた。うろうろじゃなくて、なんか嫌な予感するな。うねうねってことはミミズとか。ほほ、本当ですか。もしその人をお連れできたら健康な土を増やして畑を広げられますね。一族って言ってたから人間とは限らないしね。小麦が育つまでまだかかるかもだし、オオネズミから情報を聞いて土をきれいにできる人を探してきてよ。わかりました。じゃあ行きますか。もうだってキャベツ収穫して焼いていくか。あと袋はこれでいいのか。あーすげえ入んじゃん、 L1 から5まで。これ便利だね。なんかちょっとネタバレアイテムがたくさんあるんだけど、これ何、トーピート、ツボ、オカリナ。あーこれ壁の色を変えられるとかありそうじゃない。これなんだろう、あのあれかな、バターが綺麗に取れるやつ。常温でも温めなくても綺麗にバターが取れるやつかな。で、盾もあるんだね。服装入れ替え。あー服装は選べないと。一応ワンの頭あのやつも選べるはずだったんだけどな。まだ後にならないとダメなのかな。で材料系は一応しまっとこうかね。あれ目的地がこいつじゃないんだけど、まだいるってこと。この島に住むオオネズミは悪意のない可愛くも愛らしいオオネズミ。あ、言ってるね。最近はおママの食い上げでお腹と背中がくっつきそうだぜ。小麦あったら食べさせてあげたいけど、やっぱ違うんだね。うわ、キメラだ、びっくりした。じゃあ、こっち側ってこと？あのなんか建物怪しいね。あれ行ってみっか。うわ、骨があるよ。なにこれ？なんでこんなところに骨が？ここに隠しアイテム的なものが隠されてるとか、ありそうじゃない？ここで籠城してたとかありそうだけど、あ、硬くて壊せない。なんかありそうだけどな。あ、あっちの奥、あ、奥がいる！え、あれ、倒せるやつなのかな。今のレベルで倒せるかどうかわかんないけど、とりあえずシド君をた、餌にして、シド君にダメージを与えさせて、どれくらいダメージ受けるか、見とくか。わー、やべー。ザオリクとか使いそう。ザオラルかな、こいつはまだ。うわ、めっちゃ強そう。やばいよね、これ、やばいよね。どれくらい食らう？怖い怖い怖い！うわ、めっちゃ強そう。ちょっと一回攻撃してみよう。えい。7！ こいつは骨が折れそうだな。あ、5しか受けないじゃん。じゃあ大丈夫じゃない？めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。めっちゃカメラ目線なんだけど。あ、しかも3回攻撃？それはやばい。ちょっと待って、サムネ用に。よいしょ、あ、サムネ用に。オッケー。よいしょ。オッケー。よし、倒していく。まずいな。あ、やばい、倒されちゃうね、これは。ちょっと逃げよう。まだレベルが足りないみたいだから。シド君早く逃げて。お前死んじゃうぞ、そのままだと。大丈夫かな？こっちこっちこっち。キーンすればついてきてくれるかな？オッケー。まだダメだったな。導きま、え？導きの玉でちゅー。あ、ほんとだ、すごい綺麗。おや？あなたは、この不思議な場所に引きつけられてやってきたのですね。引きつけられたか、地図で案内されたからさ。僕の後ろにある玉は、触れるとその場所にワープできるようになる。なんとも不思議な玉なのだす。あ、じゃあこの島にはいないのかな、その不思議な一族って。
一度玉に触れておけば、何ボタンって言うんだろうこれ四角ボタンで開く地図から一瞬で移動できるようになります。 PS4 はあんま触らないからな。この島はそれなりに広いですから拠点との行き来に役立つはずです。玉を見つけたら触れておくのお忘れなく。あーでも便利だねかなりそれ。おっと、もしこの辺りのことを聞きたいならそこにいるネズミに聞いてみてくださいね。結構たくさんいるんだろネズミ軍団は。調べておく。これで導きの玉を起動した。導きの玉に触るとこの場所にワープで来られるように。めっちゃ便利やんこれ。見つけたら必ず触っておこう。お腹も減らないし時間もかからないし実況的にすごい優しい。うねうねでちゅ、何がちゅ、なんでちゅ君は。やたらニコニコとした顔をしてそうだね。これが通常の顔なんです。ごめんなさいね、バカにしてるわけじゃないんだよ。大ネズミをバカにしてるんですけど、バカにしてないって。あれやれ、しかじか高校で。ちゅ、この辺りに土をきれいにする一族はいないかでちゅか。うん。土をきれいにする一族っていうのはよくわからないでちゅか。ハーゴン教団の連中が険しい顔で東に走っていったでちゅね。ひょっとしたら何かあったかもでちゅね。東か、どん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 東に行くね。地図に目的地が表示された。そうそう、解体の手前にいる大ネズミと、あ、もう話したよ。冒険に役立つ話を聞けると思いめっちゅ。まだ話していなかったら声をかけてみるでっちゅ。そうだね。まあ、ここまでワープできるんだったら戻ってもいいんだけど、これ拠点に戻るとかできねえのかな。これで、ワープ先でリスト。ああ、こんな感じでできるってことは、拠点にもワープできんの？先に言ってよ、それ。うわ、めっちゃ便利機能があった。船着き場にも一瞬で行けるんだ。うわぁ。こいつらあれだね、魔法使わずともルーラの効果を得られてるってことか。すげえな。時代はやっぱ発展してんだな。ドラクエの世界も日々進化してるんだね。じゃあこっち側行ってみましょうか。お、あそこかな？この中に隠れてんのかな？おっす、誰かいますか？あ、おそ、やっぱりミミズだった、ほら、かわいいもん。めっちゃいる。おい、アビブ、なんだ、あいつらは。悪しき大ネズミが綺麗な土を作っていると情報が入った。この地で物を作るなど許さんぞ。そんなちょっと体が勝手にうねうねしただけで悪気があったわけじゃ。そうだよ、まあ、見た目をさ指示されてもどうしようもないじゃん。えい、黙れ。物など作って破壊をしないとは言語道断。黙って罰を受けるがよい。お食事してただけでしょ、土を耕すってことは。キキ、あ、気づかれちゃった。どうした人間たち、我は今物作りに手を染める悪しき大ネズミを粛清中なのだ。ありがたいお説教は後でみっちりとしてやろう。お前たちも粛清を手伝いなさい。一緒にボッコレってことなの、楽しそう。ミミーン、そこの人間さん、助けて、助けてよ。助けたくねえなこいつ。おい、アビブ、どっちにつく、ミミズか骸骨か。それはミミズでしょ。お前たちまさか教団に逆らう気ではあるまいな。ならば仕方ない、お前たちも粛清してやる。粛清だ、粛清だ。めっちゃできんじゃん。助けてくんろうだって。ああ、潜ってきやがった、あいつ。あの野郎、許せねえ。よいしょ。ヒットアンドアウェイ。で、しのぶ頑張って、メイン盾頑張って。よいしょと。なんか光り輝いてる。何今の。あ、眠ってしまう。魔法か、やべ、ラリホンを使うとは。なかなか高度な。じゃあ、まずはこいつから倒した方がいいかもしれないな。こいつら多分耐久はそんなに強くないから。で、これ絶対当たるの、当たんねえか。オッケー。よし、あとはこいつだけフルボッコ。ちょっとしのぶそこで何してんだよ。助けろ、お前。魔物の群れをやっつけた。ハイタッチと、いいね、近くで見れた。で、あいつどこ行った？あ、いたいたいた、気持ち悪いなぁ、やばいなぁ。これちょっと待って、撮影モードにして、わぁ、サムネにぴったり。これいいで、うわぁ、すごい。で、消して、いいじゃない、これサムネに。完璧じゃない？よし、これでチェックと。で、こんにちは。ミミーン、ありがとう！僕をいじめるハーゴン教団の連中をやっつけてくれたんだね。それで君たちは？あれやれ、近々高校で。うわ、近いって、キモいって、キモいって。ははは、メルダー、新しい体重を育てるために土をきれいにする一族を探しているそうなの、知らない、なんか。実は僕、大豆の息吹を感じて、方々をうねうねと探していたんだ。これは、運命ってやつかもね。僕たち大ミミズこそ、これ、つかつくさ、言えない。草と土をきれいにできる一族なんだ。僕がその最後の、あ、最後なの？じゃあもう、子孫を残せないじゃん。こんなうねうねが土をきれいにするのか。きっと農園の奴らも驚くな。逃げ出すんじゃない、大丈夫。僕、ミミズン、アビブ、まずは体重のある場所に僕連れて行って。なるほど。ついてくんの、気持ち悪い。どうやってついてくんの。あー、潜ってついてくんの。やべえよ、ちょっと。あー、気持ち悪い。これは気持ち悪いぞ。早く逃げなきゃ。だって触れて、
砂のさ上だったらまだしもさ、ブロックとか岩の上ちゃんと来れるのかな。見てみる、こういうブロックとかちゃんと潜って来れる、それともうねうね来んのかな。あ、潜れ、すげえな、こんな岩も穴開けられるんだ、こいつやべえぞ。じゃあワープ機能使ってみようか、せっかくだから。これでワープメニューで拠点、はい、ワープします。これで一気に行けんの。あー、テレビ方式なんだジャンプしてその間に消えちゃう、すげえ便利じゃんこれ。仲間に入れてたってめっちゃ歓迎してんだけどすげえな、初見で歓迎できるってお前らほんと見た目は気にしないタイプなんだね、心が優しいな。うわー、すごいや、ここがアビブの農園なんだ、ここが大樹の若木か。そうだよ、もう結構、ね、毛も生えてんだよ。うひゃー、え、なになになに、こやつは大ネズミ、何をしておる指導、早く駆除せんかお前今までパチ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 してたじゃねえか。どうしたの。いや、おそらくこの大ミミズが土をきれいにする一族の末裔だ。大ミミズよ、お前もここで畑作りを手伝うのだ、さもなくば命はない。み脅迫だ、僕怖い。大丈夫、君の見た目の方が怖いから。大丈夫だ大ミミズ、こいつがおかしなことをしようとしたら俺がぶっ倒してやる。弱そうだしね、戦闘力はなさそうだし。みわかった、それに僕どうしてもここでアビブと大樹を育てたい。改めてよろしくね、僕今日からここに住む、ここで腐った土をきれいにするよ。どれぐらいのペースでやってくれるんだろうね。なんと大ミミズが仲間に加わった、頭にめり込んでるけど大丈夫すげえ煽られてるようにしか見えないんだけど、近いよもう。基本的にプライベートゾーンっていうのを意識してお願いだから。お、達成、いいね。これで畑を広げることもできると。わあ、めっちゃこぼれてきた、やだなミミズのハートで。わあ、もうここにもこぼしてるし、もう散らかすなよマジでこいつらよ、片付けるの大変なんだから。で、小麦はまだ芽が育ってないね、もうちょっと時間かかるのかな、キャベツよりも時間かかる感じなのかもしれないね。あいつ寝室気持ちで怖いんだけど、どこいる、あ、いた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 。で、あ、潜ってる、潜ると、あ、結構早くに治る感じ。何を育てようだって、土を治せよ、話す、僕ここに住んで腐った土をきれいにするからね、どんどん健康な土にしていくよ。これも時間かかる系なのかな、もしかしたら。じゃあ待ってるって感じか、その間、その間に他のクエストをこなせってことね。オス、何やったじゃんアビブ、土をきれいにする大ミミズと友達になれたね。あ、アビブ、あんなうねうねに懐かれるなんて、魔物に好かれる才能でもあるんで、いいハンターはね魔物に好かれるから。これでついに健康な土を作って畑を大きくできます。情報をくれたジバコさんのおかげですね、ありがとうジバコちゃん。キャハ、どっちかっていうとアビブと情報通のオオネズミのおかげで、でもさ、それを教えてくれたらさ、教えてくれたからこうなったわけだしね。ジバコちゃんのおかげだよ、私は何もしてないし。理由はわからないけど、この島のオオネズミとリリパットはやたらと人間に協力的なんだ。今回のマスコットキャラみたいな感じなのかな。どこかで見つけたらどんどん話を聞いてみるといいかもね。この島のって言ってたから他の島のは敵なのかな、どうなんだろう。この島だけいい子なのかね。じゃあ次は何すればいいんだろう。ああ、ミミズが、お前ちょっと壊すなよ家、俺が作ったちょ壊すなどこいいんだよお前、高いところから見下ろしやがって、おいこの野郎、ちょっと待って、話しかけなきゃいけないよね。それどうやって登ったの君、こうやってよいしょと。アビブ、僕たちおミミズ族はこの島でずっと健康な土を作ってきたんだ。なんかお前身長伸びてねおかしくね、その伸び方。僕は健康な土と鮮やかな緑で島がいっぱいになるところを見てみたい。だったら早くさ、健康な土にしてよ、遊んでないで。そのためにもアビブ、早速腐った土を健康な土に変えていこう。ついにこの時が来ましたね、近い近い。おかしくないこの図おかしくないこの図何してんのお前ら、脳食われてるよ、大丈夫チャコちゃん。ついにこの時が来ましたね、お願いしますミミズンさん。それでどこを土にすればいいの。あれより近々高校で、そっか、かかしが立っている場所が畑なんだね。だったら僕がそこを健康な土にするよ、早めにお願いね。ミミミミミやるぞー、僕はアクロバティックな動き見ててよねー。あんま見たくないな、どうしてるの、グインって伸びたけど、でわー伸び、すごい長さ地獄絵図じゃねえかよ、なんだよこれ。あ、しかも一瞬でめっちゃすげえやん、お前キャベツに傷つけんだよ、すごいね。4マスブロックずつ
綺麗にしていくって感じか。うわ、これは便利だわ。これで小麦の収穫じゃなくて畑の拡張22まで増えたってことか。いや、便利だね。他の部分もやってほしいんだけど、もしかしたらその汚い、なんだと？モンスターが作物を狙ってきている？どこ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 ？いないよ。あっちか。めっちゃドラキー集団だ。かわいい。すごいことになってるな、これ。村のみんなも戦ってくれるから楽勝だね。木材もゲットできるか。よいしょっと。なんかハメ技みたいになってる。大丈夫か。あ、でっかいドラキーだったんだ、これ。で、なんかの種をゲットした。逃げんなよ、お前。襲ってきてから逃げるんじゃねえよ、お前。ほら。オッケー。え？あと一匹？あ、またでかいのだ。これ種落とすんじゃないの？お前の子だね。オッケー。倒していく。余裕だったね。拠点を狙うモンスターをやっつけた。余裕じゃん。キャベツか、また。他のやつ欲しかったんだけど、まあ、ないよりはいいのかな。あ、うんうんしてる。あ、裏、あ、そっか。耕してないじゃん、まだ。早く耕してよ、お前ら。じゃあ、チャコちゃん。あ、ジバコちゃん、間違えた。女性の名前を間違えるなんて最悪じゃないか。ヤッホー、アビブ。土が増えて、畑も広がって、いい感じじゃん。でも、野菜を狙ってか、最近やけに魔物が多いよね。衛兵の私としては、マジ、過ごせないよ。そんなに周りをちょっと柵で囲った方がいいかもしんないね、これ。だからね、アビブ。今よりももっと強い武器を作って、私に装備させてくれない？先に俺が装備したいんだけど。強い武器は、そうだな。指導君と一緒に戦いの経験を積めば、あんたも刺激を受けて、ひらめくかもよ。さあさあお願い。金床で、あ、もう石の剣作れるよ。大丈夫、大丈夫。じゃあこれを、装備品を、外すことはできないのかな。じゃあ新しく作った方がいいか。どうせ俺も装備しなきゃいけないしね。あ、またお前、ちょっとクエストがたくさんあんな。じゃあ作っときましょう。俺持ってきたぞ。はい、装備。おお、石の剣を装備させた。溢れ出たよ。やったじゃん。すごいじゃん。キャー、石の剣を装備させてくれたんだ。マジやばい、セクハラ。ありがとう、アビブ。強い武器を作れるようになったら、私やシドウ君みたいな戦える仲間にどんどん装備させてよね。そうだね。早くレベル上げもしときたいね。強い装備も作らずに魔物強すぎ、やってらんないとか、文句言っちゃダメだからね。そうだね。あの、オークが倒せるぐらいまでレベル上げしたいよね。私ってば、こんな武器なら破壊活動派がはかだると、思っちゃったけど、私、破壊神さんを信じるの、やめたんだ。破壊神様か。そいつはどんなやつなんだ？名前は、なんて言うんだ？あ、知らないんだ。破壊神様の名前を知ってるのなんて、ハーゴン様くらいなんじゃない？マジに。そうだよね。知ってたらね、シドクの名前に、えってなるもんね。やばー。私ってば、ハーゴン様とか言っちゃった。ウケる。もうアビブのビルド教の信者なのに。そういえば、ハーゴンってどこで何をしているのかな？いつか戦ったりなんかしちゃったりして生きてんのかね？倒されたんじゃないの？復活したとかそんな感じか。あれ、そんな描写あったっけ？俺が覚えてないだけかな。これさ、シドウ君にもさ、石の剣装備させられるかな？ちょっと作ってみる、一応。よいしょっと。一個しか使わないしね。よいしょっと。で、シドウ君、シドウ君、あ、いたいたいた。装備させるとか。あ、できねえか。じゃあ、シドウ君は多分専用武器みたいなの作らないと装備させるっていうことはできないのかな。お、なんか来た。お、なんでそこにいんの？お前。お前のベッドはねえぞ。みーん、どうかな、アビブ。腐った土を健康な土に変えてみたよ。じゃあもうお前用済みだな。うっきゃー、どうしたの、チャコちゃん。え、なんでみんな集まってきたの？すげえ囲まれてんだけど。すごいです。農園の中に健康な土がたくさん。リアクション遅くない？結構前にもう終わってたよ。君たちも見てたじゃん。ミミズさん、アビブさん、私本当に嬉しいです。嬉しいくせに上から見下ろしてくんな、こいつら。これ我が輩バワンゴの実が現れてから、農園の土が全て腐り、わずかに育った作物も枯れ、もうダメかと。お礼言わないとね、ちゃんと。なんだよ、お前たち泣いてるのかよ。土ができたくらいで大げさだな。まあ、この人たちにとってはね、その大げさな問題なんだって。俺たちずっと腐った土に囲まれて生きてきたんす。だから嬉しくて、喜んでくれて僕も嬉しい。これからもかかしがある場所を健康な土に作り上げていくね。ああ、じゃあ拡張させるときはかかしを引っこ抜いて新しい場所に植えろってことか。この時のためにまた種をいくつか探しておいた。大きくなった畑で育てていこうぞ。その種ってどこに落ちてるの？場所教えてくんね。俺が大量に持っていくからさ。あ、小麦も10個。お前さ、小麦の種探しててさ、すげえ困ってたのにさ、そんな10個も手に入る場所があったのかよ。アビブさん、この健康な土の匂い、はあ、なんて
的なんでしょう。結構離れてる、大丈夫。これもミミズンさんとビルダーのアビブさん、そして畑作りの天才である私の努力の結晶。健康な土ができたことで私ももっと畑を広げたくなりました。もう突っ込まないからね、ちゃうじゃん。まだまだ種が欲しいです。実はジバコさんに聞いたんですが、ここから北西の黄色い丘を越えた先に古い農園の土地があるらしいんです。黄色い丘、どこだろう。さっき言ったところかな。そこになら種があるかもしれません。どうか地図を頼りに探してきてください。おー、今度はなんだ、違う、別のキャベツ以外の野菜かな。オッケー。で、畑の拡張あと3つじゃん。あと3つってことは、あー、あと3マスってことか。頑張ってよ、もうちょっとね。じゃあキャベツと小麦、これさ、柵さ、もうちょっと周りにした方がいいね。どうせまた植えることになるだろうから、よいしょ、もう一回りちょっと柵を広げようかね。で、小麦と、もうこれ小麦なってない？え、これ違うの？あ、まだ収穫できねえんだ。まだダメと。オッケー。じゃあ行ってみますか。方向的にはこっち側か。丘ってあの丘のことを言ってんの？結構遠くね。ちょっと全体マップ見て、あー、こっち側ってことか。この山を越えてこっち側ね。オッケー。結構遠そうだけど、頑張って進んでみるか。